オルフェウス最終計画第3段階永劫回帰。始まりは遠く、終焉もまだ早い。虚ろで確かなる前逸に降りて駆動する世界という螺旋は、あなたが振り返ることでのみ真にして義なる顔を表す。後ろの正面だあれ、人、耐えられるや耐えられざるや。いや、いるんだろう。あなたがここを訪れるのは10年ぶり。レオンハルトと共に剣を授けた時以来ですか。カンパネルラの導きなしによくここへ至りました。記憶を半分取り戻したあなたならば造作もないでしょうが。ああ、今の俺ならあんたの正体もつかむことができんだろう。もっとも、しちまったが最後この姿は保てなくなりそうだが。なるほど、やっぱりそういうことかよ。俺と縁もゆかりもねえ世界の話じゃあ済まされねえっつうことか。ええ、ナンバーワンとしての務め、今しばらくは果たしてもらいましょう。使徒でもゼロでもなく、一なればこそ果たせるしるべたるかがり火の役目を。いいだろう、それなりに愛着は湧いてきている世界だ。しかしその様子じゃ鋼の後釜の目星もついてるみてえだな。ええ、しばしの猶予の後に、背負いし重みがゆえ選ぶのはあくまで本人次第ですが。へえ、ちょっと待ちたまえ。よう博士、俺の断りなしに好き勝手やってくれたみてえだな。いや、それは、どうしてそれを。とりあえず主よ、失礼いたします。至急ご報告したいことがあるのですが。ちょうどいい、マクボン、君に聞きたいことがある。え、先ほど精神で観測していたエリシオン消滅までの再現シミュレーションが強制途絶した。結社関連でもなく、財団や教会の仕業でもない、想定外の勢力の介入としか思えない。しばらく音沙汰がなかったようだが、何か知っているんじゃないのかね。俺が知るかよって。ああ、そういうことか。破壊が言ってたあれじゃねえのか。最近いろいろと動き始めてるっつ。まさか俺と方面に本拠を構えたという。いや、失礼するよ。よっ。共和国でデビューしたっつ。カルバード共和国新大統領ロイ・グラムハート。どうしてこの精神の間に。いや、それより今のマークはやはり
ああ、別に彼らと直接の関わりがあるわけではないよ。新生 CID 経由でとある筋から仲介してもらっただけでね。ずいぶん高くついたが、全てニラ次第というのはこういう時には明快でありがたい。な、へえ。お初にお目にかかる。見食らう蛇のグランドマスター殿、その様子では私の訪問を待っていてくれたようだね。ええ、我らの次なる計画における最大の潜在的競合相手、遅まきながら新大統領就任ことほがせていただきましょう。これは丁寧に。ところで一つ提案がある。これより3年、いや2年半くらいでいいのかな。その間互いが進める計画については相互不干渉にしてもらいたい。なあ、こいつはまた。なるほど、鉄血殿とは別の意味で手強い交渉相手のようですね。受けたまわりました、ロイ・グラムハート大統領。我らが最終計画の第三永劫回帰と、そちらが始める世界の可能性に迫る計画、これより2年半相互不干渉といたしましょう。ディール成立だ。これで中方針が立てられる。それ以外はぜぜひひと行こう。共和国憲章に抵触せぬよう一定の配慮はおすすめするよ。